ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ RS3 2022年式2000キロ超ちゃいの車両になります。小島さん、あの iPad のペンシルがぶっ壊れましてですね、はい、ノートに逆戻りしたんですけど、ね、あ、そうなんですか、はい、今回ノートでお届けしたいと思います、はい、で RS3 実は東京店の方で半年ぐらい前に、はい、ご紹介させていただいてるんですけれども、はい、ちょっと事情があって、はい、試乗の方してないんで、今回あの試乗ありで初になるんですけども、はい、こんな車をご紹介させていただきます、はい、で RS3 小島さん聞いていいですか、はい、検索すると、うん、買えないって出てくるんですけど、うん、買えないんですか。買えません。やっぱりそうなんですか、はい、これ今回は通称の小路散歩で買わせていただいたんですけども、小島さんが遠方に買い取りに行く動画です、ね、動画ですね、はい、通称小路散歩で買い取らせていただいた車ということで、買い取らせていただいた車なんですけど、一応その時に一応買い取る時も一応新車の情報を調べさせていただいたら、やっぱり新車来ませんね。あ、そうなんですか、はい、今オーダーしてる、まあ、某ディーラーさんに聞かせていただいて、オーダーの入ってるのが7件ぐらい入ってて、はあ、3件しか今まだ例に乗ってないってことですよ。あ、じゃあもうその残り4件はもう作る段階にもなってないってことですか、はい、なってない。あ、じゃあもういつ来るか分かんない状態。だから次のモデル年数によってはモデル変わる2024年、はい、モデルになっちゃいますみたいな。あ、そんな感じなんですか、はい、そんな感じです、まあ、そのモデルになった時にどう変わりますかっていうのまだ分かってない。それも分かってないんですけど、そんな状態です。じゃあもう市場でかなりこう流通が少ない、ただこう需要の方はかなりある車になってくると、はい、なってます、はい、で今回装備もなかなかいいらしいので、はい、順番にご紹介させていただきたいと思います、はい、でエクステリアなんですけど、はい、かっこよくないですか RS3。 そうですね、なんか最近あの各メーカーちょっと奇抜な方向にあの走ってるちょっと印象もあるじゃないですか、うんうんうん、そんな中で割とこう正統派なまんまこう進化してますよね。あ、残してね、なんか奇抜なことをせずにガラッと変えちゃうんじゃなくって、なんかもうアウディのなんかこう進化の延長線上でなんかこうエクステリアが出来上がってるなってことで、はいはい、でこれ各部全部黒くなってるのもこれパッケージが入ってるってことで、はいはい、ブラックスタイリングパッケージですね。このエンブレムなんかも全部黒くなってる、はい、でこの辺も全部グロスのブラックなんで質感めっちゃいいですね、はい、いいですよね、はい、まあ、価格は価格なんで、はい、あんまりチープでも困りますけれども、そうですね、非常にこの前回りのスタイリングもいいですし質感もすごくいいと。でここも塗ってあるんですね。そうですね、ここも最初からですもんね。ここも最初からだと思います。本当にやめてもらっていいですかって感じですよね、はい、まあ、うちの仕事がね。いや本当ですよね、うん、そしてここら辺の3連のダクトもやっぱりこう RS モデルだと生きてるんですよね、はい、あの RS5 なんかも3モスリー入ってますけど、はい、うん、その辺なんかもちゃんと採用されてて、でデザインがもう秀逸じゃないですか、はい、このプレスラインもそのスリットに向かって、うんうん、まあ、この辺大好きなんですよね、うん、そして LED のマトリックスヘッドライトの、はい、全部ついてるということで、でこれ対向車だったりだとか、あとは前方に走ってる車なんかも全部避けてくれるやつですね、うん、はい、まあ、最新の一番いいやつがついてると、はい、であとここの脇のこの 3×5 のこの LED、はい、これがいろいろアニメーション的なのが、そうですね、できるみたいで、僕はあんまり全然仕込んであるみたいですね、気にして見てなかったですけど、はい、あのさっきエンジン止めたら、はい、ここがしばらくついてて、その後 RS3 って出てくるんですよ、はい、なんかそういう細かいギミックってなんかこうアウディすごくいいなと思っちゃうんですよ、うん、まあ、そんなのもありつつ、はい、そして足元、小島さんこれ、はい、足元のトピックしてますでしょうか。ちょっとかなり特徴的なんですよ、はい、なんとフロントがタイヤのサイズが、はい、フロントの方が太いということで、はい、フロントが265、はい、でリアこれから紹介しますけど、はい、245ということで、はい、なんと2サイズも前後でサイズ違いということで、そういう車って結構ありますか。いや、ほぼないと思いますよ。ほぼないですよね。後ろの方が太いっていうのはあるんですけど、はいはい、前が太いっていうのはほぼないんじゃないかな、はい、まあ、レースなんかで一部その FF の車とか、うんうん、まあ、なんかその車の特性変えるのにフロント太くしたりとかっていうケースはあるらしいんですけど、はいはい、新車でこのセッティングっていうのは多分まずないんじゃないかなっていう感じですよ。本当にさっき話しましたね、ツッチが言うと知らない車屋さんだったらね、タイヤ4本外したら後ろの車を後ろのタイヤを前につけちゃいます、ね、危ないですよね。だから危ないですよ。普通の感覚で言うと絶対こう後ろの方が太いでしょ、そうそう、もしくは4本通しでしょうじゃないですか、うん、だから後ろの方を持ってこようとすると多分これキャリパーがガチ当たりするんで、うん、まあ、そこだけ注意ですよね、はい、そしてホイールの方もこのマックルクロのタイプ、はい、でそうですね、キャリパーも赤いの、これオプションでしたっけ、はい、オプションです、はい、赤いキャリパーのオプションのものが入ってる、はい、でさすがにカーボンセラミックは今回ついてないということで、うん、ついてないですね、まあ、ここはもう好みありますけど必要ないと思います。あのほぼないですよね、カーボンセラミックついてる個体、まれ、うんうん、に見かけるぐらい。いやでもそれ多分本当新車の時に頼む人少ないんじゃないですか。あ、もうよっぽどなんか全部つけてくれっていう人か、それかもうついてる車来ましたよどうですかっていう感じの
感じの車じゃないとないんじゃないかなと思いますよ。なかなかこの手の車でオプションで確か70万円ぐらいするんですよ、ね、はい、カーボンセラミック設定もあるみたいなんですけど、はい、今回の車はついてない、はい、あとカーボンセラミックつけるとなんかリミッターもちょっと変わるみたいで、ありますね、はい、マックス290キロでしたっけ、はい、今回はないと、まあ、十分すぎますよね。ローターもでかいですし、いやもう後で土乗ってもらえれば分かります。分かりました、十分です。ぐちぐち言ってすいませんでした、多分言う羽目になると思うんでそして足回りの方全部今回ノーマルってことですけど、はい、RS のダンピングサスペンションがついてるということで、もともと結構低いですね。そうですね、そのダンピングサスペンションもオプションなので、これも結構必須のアイテムになりますね。そしてもちろん室内で乗り心地の調整もできると、はい、できます。そしてあとはフェンダーもワイドボディになってるということで、はい、通常の A3 なんかよりかもかなりワイドになってる、はい、そしてここはダクトが一応ついてるんですね。ただこれ今見たら、うん、ここのダクトじゃないんですね、うん、ここがこう抜けてるんかと思いきや、うん、このフェンダーの中のエアがここから出るようになってるんですよ、うん、というわけでこのぐらい3センチぐらいですかね、はい、下側がダクトになってて、このエアのダクトってどうなんですかね、どうなんですかね、フェンダーのとこ抜けるって。でもフロントのそのこのコアの多分漏れたエアが多分フェンダーの中溜まるんで、うん、まあ、それを抜くっていう意味合いだと思うんですけど、うん、まあ、そんなのもしっかりそうなってる。あとは各部全部グロスブラックでもうやることがないです、はい、ミラーも黒だし窓枠も黒だし、そしてサイドスカートのセンターも黒。サイドスカートもなんか形いいっすね。そうですね、なんか車外つけなくても全然成立しちゃう、うん、やっぱりそのこのホワイトのボディカラーに合ってますよね。そして通方の方が全長が4390、全幅の方が1850、そして前後の方が1435ということで、この辺やっぱり一番使いやすいサイズかなと、うん、だから日中とかさいいですよね、1850、はい、もう気にしないですもんね。気にしないです、ね、なんでもう一台大きい車持ってる方でもこういうのやっぱり普段乗りに欲しいなっていう需要なんかかなりあるんじゃないかなと思います、はい、そして後ろが先ほど触れた通り245になって若干細くなると、はい、でこのハブの立ち上がりも全然違いますよね、うん、前ってここのハブの取り付け面がこのぐらい厚みあるんですけど、後ろはもう本当に薄い、オフセットもだいぶ違いますよね多分、うん、そしてタイヤも2サイズ細くなってるんですけども、あんまりこうタイヤのムチムチぐらいは変わらない感じでちょうどいいかなと思います。そして上に行くと今回パノラマがオプション装着ということで、はいはい、この辺は人気オプションですか。人気オプションですし、まあ、結構その年式によっては半導体問題、つけられない問題、つけられない問題があるので、なるほど、はい、じゃあ今回の方はしっかりついてて、はい、かなりおすすめの車両になってくると、はい、そして後ろに回っていくと後ろもかっこよくないですか。後ろがねやっぱかっこいいですよ。もうデザイン秀逸っすよね、うん、このテールランプといい、このリアバンパー、ちょっとリアバンパー大きすぎる気がしないでもないですけど、まあ 通常のモデルじゃなくて、はい、まあ、こう特別レンジの、はい、うん、モデルですから、このぐらいまあ派手でも、そして全部後ろもグロスなんですね、はい、まあ、もちろんこのグリルはダミーですけども、ここもここも全部グロスで、ちゃんとこのフィンの形状になってる。でマフラーはこれ出口をこのオーバルのですけど、中ちゃんと2つ出てて、これバルブありなしですよね。そうですね、はいはい、この辺はちょっとこの後これだから絶対つけておいていただきたいオプションのスポーツエキゾースト。あ、そうか、その辺なんかもしっかりついて、はい、これ見た目的なのはスポーツエキゾーストで変わるんでしたっけ。見た目だからこういう、ま、マフラーが黒い、あ、ここが黒くなるのがスポーツエキゾーストということで、はいはい、気になるサウンドの方はこの後聞いてみたいと思います、はい、続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクはまあ通常の手で開けるタイプ、パワーじゃないんですよね、はい、そしてあ、ごめん、パワーだった、あ、やりましょう続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクは足で開けるやつも当然ついてるということで、はい、これなんか反応良くなってますよね、年々年々ね、なんか反応悪いなって車最近ないですよ ね蹴っ飛ばしたことないもんね、はい、まあ、これは入りませんよ、はい、入りませんよ、まあ、この辺ででも倒さないで入る車ってなくないですか。ないと思います。ないですよね、まあ、このサイズ感だけちょっとね、なんとなく雰囲気で見ていただけるといいんじゃないかなと、はい、そして当然倒せばこれが64で倒せるタイプですか。そうね、はい、64で倒せて、あ、カチってなんないんですね。なんないです、倒すだけですね、はい、ただ割とこうフルフラットに近い状態にはなるんで、まあ、これで倒していただければゴルフバッグ2つはしっかり入るかなと。なんでまあ日常使いだったり、うん、まあ、ちょっとした旅行なんかはかなりいいんじゃないかなと。そしてこれ下も少しスペースあるんでしたっけ。こうね、行きましょうか。この下側は、あ、これじゃあバッテリーと車載工具と、はい、あとわずかなスペースって感じですかね、うん、そうですね、この辺なんかも割と便利に使っていただけるんじゃないかなと思います。じゃあ続いて内装見てみたいと思います。これ内装の前にめっちゃ剛性ありますね。
それね、結構感じるね。めちゃくちゃしっかりしてますね、うん、しっかりしてる、うん、そして内装の方はこれファインナッパレザーがオプションで入ってるということで、はい、この六角形のステッチになるのがこれですよね、はい、そうですね、はい、でもう一つ大きなオプションとしては RS デザインパッケージ、うん、これステッチ類が赤くなるやつですね、赤くなるやつあります、ね、あとシートベルトが、はい、赤いラインが入ったり、はい、で今回それはついてないんですけれども、はい、このファインナッパレザーでも全然内装こう華やかな感じしますね、うん、全然いいと思いますよ。あの素のやつだとこう、うん、ステッチこんな細かく入ってないんですよ ね、はい、割とこうつるんとしたシートということで、はい、まあ、この辺は入れておきたいオプション、いや、これは鉄板ですね、必須必須です、はいはい、この辺なんかもしっかり入ってると。そしてダッシュボードなんかもこれ1回東京店でご紹介させていただいてますけども、はい、なんかこうちょっと先進的な感じ、うん、未来な感じしません、このデザインが、うん、デザイン、まあ、未来な感じもするけどもう統一されてるよね。そうですよね、なんか浮いたりとかしてませんよね、なんかデザイン的に、はい。そしてメーターの方は 12.3 インチ、おなじみのバーチャルコックピットプラスで、ナビの方が 10.1 インチの MMI、 こちらが付いております。続いて乗ってみたいと思います。あ、これサイドスカートめっちゃ出てますね。そう、これ気をつけないと引っ掛けちゃいますね。引っ掛けちゃいない、気をつけないと。結構出てるっすね、このぐらい出てますよ。だって、うん、ここから入れたら10センチぐらい出てるんじゃないですか。ちょっと早めにこの辺はプロジェクション貼りたいかなと。そして今回走行距離が2000キロということで、はい、なんかもう新車の匂いがするんですけど、まだですね、超クリーンコンディション、はい、そしてシートは割とこう張りありますね、うん、で調整に関してはスタンダードな感じ、はい、8ウェイぐらいですか、プラスランバーサポートって感じです。でちょっと座面は高い気がします。あ、でも下げればあれか、はい、あ、まあ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 って感じですね、はい、そしてステアリングはこのちょっと集合体恐怖症の方には、はい、毎回やってますけども心配になるこの穴開きのパンチングだけどちょっとこう穴ちっちゃいですよね。で前面で D シェイプとかにはなってないんです、はい、で全体的に細めな印象です。そしてここも細いんで割とこの辺の視界かなりいい感じです。そしてメーターの方はこのフル液晶の、はい、バーチャルコックピットプラス、これモードだったりだとか、はい、まあ、いろんなもので、表示が変えられるタイプですね、こちらになっております。そしてあとこっちは2ゾーンのエアコンと、あとモード切り替えがエフィシェンシー、はい、コンフォート、オートダイナミックもそうなんですけど、注目するべきはここですよね、はい、RS パフォーマンス、あと RS トルクリア、うん、これがなんとサーキット専用、はい、行動で押すなってあのカタログにも書いてありました。書いてます、あ、出てきますね、ます、はい、これがなんとあのリア 100% にトルクを振って、はい、完全 FR になるモードですよね、うん、でサポート系なんかもおそらく何もなくなるんでサーキット専用ということで、はい、もうそういう車なんですね。そういう車です。操作性はどうですか。悪くないんじゃない。タブレットと結局だとあの RS もう全部こうなってるじゃないですか、はい、他のと およそ共通ですよね、うん、共通なんでタブレットに近い操作感です、うん、少し指紋は気になりますけれども、うん、まあ、この辺使い勝手はかなりいいんじゃないかなと、うん、そして30色のアンビエントもついてたりだとか、うん、はい、RS のモニターもついてたり、はいはい、あとその下エアコンは2ゾーンですよね、はい、こちらのタイプになっております。でシートヒーターがついて、はい、あ、シートヒーターついてるんですね、はい、さすがにベンチレーションはついてない。ついてないです、はい、そしてあとここが小物入れになってて、はい、置くだけ充電もついてると、はい、これがパッケージなんですよね。パッケージです。テクノロジーパッケージ、テクノロジーパッケージです、はい、でこことあと後ろの USB、はい、この鉱石の USB がセットのパッケージ、はい、なりますね。これ重要っすね。地味にね重要ですよ。あの某候補者ついてなくて、うん、あの充電ついてないんですねって言われてましたよ。あ、そう、はい、詳しくは言わないですけど、はいはい、そしてここがセレクター、うん、これはちょっと賛否ある気がします。ここちょっと寂しいよね。そうですね、うん、これが良かったですね。だよね、はい、まあ、ボタンでもあれですけど、うん、まあ、操作性は悪くないかなと、うん、ちょっとここの3本指でつまむのがちょっとそう、ね、はい、ポルシェなんかもそうですけど、はい、こんな感じになってます。そしてドリンクホルダーと、あ、ドリンクホルダーこれ仕切りを出すタイプですね、はい、はい、あとサイドとシガトだとアームレストの中は、あ、充電とかないんですね、はい、こんな感じのアームレストになっております。そして足元はこれアウディ毎回おなじみですけど、このステンレスですかね、アルミですかね、のこのペダルカバーがしっかり付いてると。でフットレストも大きいですね、はい、かなり乗りやすそうな感じがします。そして天井関係ピラーだいぶ細く見えます、ね、はい、室内から見るとピラーがめっちゃ細く見えます。そして黒で全部統一されてるんで質感すごくいいです。でバイザーはさすがにビニールですね。そして今回の車は純正のドラレコが前後で付いてるということで、はい、
あのここを物申していいでしょうか。いやここはね僕も思いますよね。思います。ここは何のこと言ってるかというと、外から見るとこれ両面テープグレーなんです ね, ねなんでグレーなんだよって思っちゃいました。そう、黒い両面使ってほしいですよね。そこはなんかいかにもなんか社外のもの貼りましたって感じになっちゃうじゃないですか。そうね、これでも気を使うよね普通ね。そうですね、僕は黒いのにしたい、うん、ただ後からするとちょっとこう手作り感が出ちゃいかねないんで、うん、まあ要ご相談ということで。いやでも貼り替えられるんじゃないの。いけますかね。多分できるでしょう。そして先ほど外で触れた大型のこのパノラマ、うん、これは前だけですよね。前だけです、はい、ということで手動のこのシェードとこちらのタイプの、はい、でガラスは外に出るタイプですよね。はい、あ結構フルフルまで開けますね。はい、はい、こんな感じになっております。続いて後席見てみたいと思います。もう小島店長が乗り込んでますけれども、いかがですか。なんで何も言わないんですか。コメントお願いします。仕事してください。普通です。あ普通、はい、まあ、めちゃくちゃ広いですねって感じしないですけど、この辺ってすごい優秀じゃないですか、うん、優秀です。さっきツッチも言った通り、その乗り込む時の、はい、ここのここ幅めちゃめちゃありますよね、うん、だって後ろ持ったんじゃないですか。後ろって結局例えば女性の方だったりお子様だったり乗ることが多いと思うんですけど、やっぱ結構ね当たりますね。ここ絶対当たりますよね、うん、ここのケアっていうのは気にさせられる方はした方がいいかなと思います。プロテクション必須っすね、うん、そして後ろの居住性に関しては、居住性は私一応168なんですけど、全然問題なく足元も、まあ、シートがこうやってねこういうちょっとあれなんで視界としてはちょっと圧迫感じゃ多少ありますけど、全然十分ですね。シートもいいし、ヘッドレストも頭の首のとこに来るんで全然ゆったりとして乗れますね。ちょっと肌から見ると座面がちょっと低くて膝裏がちょっとこう浮いちゃってるかなって感じはしますけど、いや全然そうでもないですか、うん、まあ、でも腰は沈んでますよね。でも逆にいい感じにフィットしていいと思いますよ。だからこういうとこってやっぱり普通がいいじゃないですか。確かに。だから普通なんですよ。すごいいいと思います。まあ、A45 しかり、ゴルフしかり、この辺しかり。いやだから、うん。でも、なんだろうな、この座面が柔らかい気がします。はい、ああ、これ多分なんですけど、これステッチめちゃくちゃ効いてると思うんですよ。いやこれ全然超効いてます。違いますよね。ちょっといつも座らないけど座ってみて。これじゃ全然ちょっといいのよなんか。ああ、わかります。うん。なんかこう。ブクブク感があって、はいはい、うん、ちょっとちっちゃいこうクッションが並んでる感じですよね。いい感じなのよ。だからこれ見た目以上にこのラッパレザーのこのパッケージとか RS のデザインパッケージって違いますよね。違うのよ、うん、そして僕が乗っても、僕ちなみに175ですけど、天井も全然あります。結構高いんだ。そうなんですよ、うん、横もでっかいですけどね、はい、膝も余裕です、はい、でこれつま先入りますからね、うん、で装備的なものは定番のドリンクホルダーと、あと USB がタイプ C ですね。テクノロジーパッケージがあって、はい、でここは入ってますね。これ重要ですね。こんな感じになっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方がおなじみ5気筒エンジン、はい、これが 2480cc、 一般的には 2.5 リッターの直5ターボ、はい、点火順序が 1,2,4,5,3 という、 こう独特なやつなんですよ、うん、そして馬力の方が400馬力、トルクが500ニュートンということで、0-100なんと3秒台 3.8 秒らしいです、はい、でマックス本国仕様だと280キロ、はい、ただ日本仕様だとその辺セーブされて250キロということで、はい、あのその時点で使い切れない気がしますけど、使わないですね、はいはい、そして組み合わせのミッションの方が7速エストロニック、うん、そしてデフだったりもいろいろな電子制御が入ってるみたいで、左右の電子制御の四式多番クラッチ入ってて、こう左右のトルク配分をしてくれるような仕組みも入ってると、うん、あとはそれ以外にも巡航時は、うん、あのデフ切り離して、うん、FF でこう巡航するように、はいはい、だから燃費稼ぐような仕組みも入ってるそうです、うんうん、今の四駆ってさ、そういうのちゃんとやってますくれますよね。めちゃめちゃきめ細やかに制御しますよね。そうそう、だから、だから昔の四駆だから燃費悪いっていうのはもう通用しなくなってきましたよね。曲がらないとか燃費悪いとかって、そういうネガティブな部分ってだいぶ消えてます、ね、はい、だいぶ消えてます。なんで今回ちょっとこれ初乗りできるということで、はい、この後乗ってみたいと思います、はい、続いてトーカ類見てみたいと思います。お願いします。
続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。RS デザインパッケージ入れると、うん、ここに赤いラインが入って、うん、シートベルトクッて引いてくれるんですよね、うん、それは今回ないと、うん、だと今回あえて言えばバングがないぐらいかなと、うん、でもバングは正直僕どっちでもいいです。あ、そうですか、はい、あればあったに越したことないですけど、うん、まあ、そんなにめちゃくちゃ音楽聞くタイプじゃないんで、多分この、うん、市場帰ってきたらそんなことは本当ですか。いらないです。じゃあかけます。で、思ったんですけど、うん、先代と排気音全然違うっすね。違うかな。違います。先代ってもっと5気筒なんかバラバラした音してたんですけど、うん、滑らかになってるね、ちょっとね。めっちゃ滑らかになってますよね、うん、今 何からスタートしちゃった。だって5気筒って分かんないですよ。エフェジェンシーオートオートから行きましょう。コンポートコンポート、エアコンちょっとエアコン、風の上げ下げがちょっとよくわかんないですけど、あ、こうか、うん、はい、ほら滑らかになった。先代もっとバラバラ言ってましたよね、うんうん、あ、そういう意味ではわかりますよ、言ってること、はい、うん、すっごい滑らかになったっす。ちょっとシフトはやっぱりこれが良かったかなって。はい、なんでもないです。参ります。そしてステアリングは時代ですか、プログレッシブステアリングということで可変ギアのステアリングですよね。車速だったり車の状況に応じて切れ角が変わるタイプということで、うん、この辺も最近の車ってめちゃくちゃ優秀になってますよね、うん、小島さん覚えてます、E60 が初めて可変ギアのステアリングを入れた時。 そうね、あれ全然切れないっていう、うん、あれからすると今のこの可変ギアのステアリングってめちゃくちゃ優秀、うん、言わないと多分分かんないレベルですもんね、うん、それでは参ります。あ、すごいスムーズ。え、先代より全然スムーズになってるんですよ、車、うん、あ、でも出足なんかはちょっとこう、うん、スポーティーさ感じますね、うん、で足もめっちゃ柔らかいんですけど、個人的には。あ、そう、はい、やっぱ硬いっていうイメージはあるけどな。小路散歩で買い取りさせていただいた時の前オーナー様の意見としては、うん、ちょっと奥様が乗るのにちょっと硬い、うんうんうん、でちょっと乗り換えようかということで今回買い取りさせていただいたということで、うん、ちょっと個人差あるかもしれないですけど、僕はもう柔らかく感じます、うん、この普通のフラットな路面だったら、ね、うん、ただ段差とかはちょっと分かんないですけどね、うん、これだからちょっと割とマルチに使える気がするんですよね。いや、全然マルチでしょ、はあ、うん、日常使いから、うん、走りから、うん、旅行から、うん、でしかもだってむちゃくちゃ速いんですよ、うん、カーワウとかで A45 とか、うん、M2 とか競争してましたけど、うん、はい、もうぶっちぎったりぶっちぎられたりとかしてましたけど、うん、もうそれと本当に並んで走ってくる、うん、だからどうなんだろうね、結構その競合ってなかなか難しいよね、この確かにかぶる車はないですよね、あんまりないんでね。唯一 A45 がまあまあ、うん、価格帯と、うん、コンパクト四駆っていうのに近いのかなって感じしますけど、うん、BM 作ってないですもんね。そう、まあ BM だとちょっとね、価格帯的に、車格的にはちょっともうちょっとリーズナブルな。そうですよね。小島さん、うん、1個物申していいですか。はい、パドルがちっちゃい、そしてもうちょっと外が良かったっす。こう使う感じじゃないですか、うん、普通に握るともうわずかにこう指先が少しかかるぐらい。これ下にコメント入れといてください、個人差によるドラえもんみたいな手だと余計っつってですか、うん、いや、ちょっとパドルもうちょっと外が良かったっす。そうかな、はい、パドル使わない人にはすごくいいと思いますよ、邪魔にならない。私ね、使わないので、あ、ちょうどいい。もうちょっと外に出してこう。そんなに土パドル使うの？使います。あ、そうなんだ、はい、嘘です、使いません使いません。いや、たまに使いたくなりません、うん、はい、だって家の車パドルついてないんでこっちでやりますもん。あ、そうなんです、はい、そして今オートですけど、うん、もう至って快適です。もちろんダイナミックしたよ。
はい、トルクリアでも、あ、ダイナミックにすると、唐突にこう足も硬くなるし、うん、はい、まず音が、うん、あ、音これあれっすね、先代この音っすね、うん、ダイナミックはね、ダイナミックにするとバラバラ言いますね、うん、コンフォートだとなんか先代とちょっとまた別のなんか乗り物感じしますけど、うん、だから先代よりもやっぱりその振り幅が大きくなったんじゃないかな、はい、それはあると思います、うんうん、あ、でもやっぱりあれだな、音揃ってるの。いやでも走ってる時と違うんじゃない、やっぱり空ぶかしの時と。いやこれ音めっちゃ作られてますよ。あ、そう、はい、空ぶかしの時の音とこの走ってる音全然違いますもん、うん、だから違うでしょ、はい、そしてステアリングフィールは、え、めっちゃクイックに曲がる、これちょっと踏んでいいですか。まあどうする、早い早い早いけど、なんかこうバキューンみたいな感じじゃないですね、うん、ブレーキはブレーキ効きます、カーボンブレーキいらないです、いらないですいらないです、全然いらないです、うん、はい、あ、ダイナミックにするとちょっとやっぱり、うん、一個一個の動きが少し唐突になりますね、うん、アクセルレスポンスも極端に良くなるし、うん、足も硬くなるし、でも足ももっと硬くなってもいいぐらいな感じですけど、僕的には全然日常常時ダイナミックでもいいぐらいです。あ、そうなんだ、はい、なんかこうダンダンってこう突き上げる感じじゃないじゃないですか。でも今の車ってさ、その個々にさ細かく設定ができるからいいじゃないですか。まあそうですね、うん、ここにインディビジュアルと RS でそれぞれプリセットを入れておくこともできるんで、うん、できるんで、はい、あ、そっか、ステアリングの制御も入るんですもんね、うん、だからこれですね、はい、お好みの、はい、サスペンションだけ柔らかくとか、うん、できますから、多分。車内すごい響いてる感じしますもん。うん、お、お、早い。お、なんか都内とかでこう足に使ってもめちゃくちゃちょうど良さそう。なんて言ってるのかな。さっき出たその A45 と全然違くないですか。あ、違いますね。だからやっぱ競合難しいのよ。あ、うん、やっぱ RS3 って RS3 なんだよね。同じカテゴリーとしてくくられる感じはありますけど、うん、全く別の乗り物っすね。違うよね、はい、で面白いよね、ここまで違うと。そうですね、うん、やっぱちょっとなんかあれじゃない、あの良い子というか優等生感はやっぱアウディあるよね。そうですね、うん、いやでもこれ早く走らせたら相当狂った運転できますよ、うん、狂ってできるけど、やっぱりその普通の一般の人が乗るにはちゃんと扱えますよっていう、はい、そうですね、うん、なんか本当に、懐が広い感じがします、うん、ちょ、もう一緒いいですか。よしすると思ってましたよ、はい、はい、いや乗りやすい、これちょ、もう一回コンフォートしましょう、これ。いや、このちょっと振れ幅の大きさびっくりしたな、全然違うっすもん、だってボタンで、いいの。あとは全体的な質感は、うん、もうちょっと頑張ってほしかったなって感じはします。ただデザインでだいぶこう、帳消しになってる気はします、うん。でもやっぱりそのさ、なんていうの ?RSQ3 もそうだったじゃない、はい。そこじゃないでしょっていう結論になってるよね。そうですね。うん、お金かかってるそこじゃないですからね。うん、でも800万円から、もうちょっと、パッケージなんかレーザーパッケージとかあればいいなって思ってしまいました。でも知ってます？あの TTRS がなくなった今、うん、ご祈祷を変える車って、うん、この RS3 シリーズぐらいしかないんですよ。もうないよね、はい、うん、TTRS から始まったんですもんね、ご祈祷が。 その言い出しっぺというか、うん、スタートの車がもうなくなっちゃいましたからね。でもそれがなんかあの大きな変化なく、うん、今も新車で販売、うん、まあ、変えてないみたいですけど、うん、されてるってすごくないですか。そうね、で軒並みなくなっちゃってるじゃないですか、うん、今ハイパーのとか多気筒のエンジンって、うんうん、それしっかり残ってますからね。あ、コンフォートはめちゃくちゃ優秀かもしれないです。そうね、はい、いや本当に違う。だからなんていうのかな、ツッチーがわざとなんか、はい、アクセルワークで、はい、差をつけてるんじゃないかなって思うぐらい違うよね。そのぐらい違いますね、うん、
乗りやすい、いいな。いいですか、質問して。はい、何でしょうか。よくお客さんに言われるんですよ。はい。ツッチー、車買うシリーズどうなったんですかって。あ、そんなのありましたっけ。本当に。いや、だって、よく思い出してください、それ言ってた時期を。あ、そうなの。右肩上がりだったじゃないですか。そうね。はい。あ、そうね。それちょっと今度動画で聞いてくださいってお客さんに言われたんで。本当ですか。はい。一応、聞きました。聞いときました。はい。今度ちょっとライブの時でさ、ちょっとツッチーに質問タイムいっぱいして、みんなでね。いいですよ、何でも答えますよ。NG がない男なんで。ツッチー質問タイムってさ。はい、実は2年前のその買うとか買わないとか言ってる時に、実は買いました。うん、あ、2年前だったんだっけ、もう。2年ぐらい前じゃないですか、言ってたのは確か。そんな昔なんだ。買いました。あ、そうなんだ。はい、家の車に。あ、そうなんだ。はい。もうその前まで乗ってた車がもうどうしようもなさすぎて、うん、3シリーズ買ったじゃないですか。うんうん、はい。けどそれがですね、車検なんですよ。車検なんだ。じゃあまたちょっと、ちょっと考えてます。ブーム来ちゃってんだ。はい。で、今ちょっと価格も落ち着いてきてるじゃないですか。うんうん、考えてます。そうね。はい。全然また話変わるけどさ、はい、この RS3 土地的にやるとしたら、難しいっすね。もうボンドの社員あるまじきですけど、うん、とりあえずそのまま乗っちゃう。じゃあ、まあ、あえて言うならば、はい、プロテクションフィルムですね。あ、そうですね、うん、うち子供が乗る機会も多いんで、うんうん、サイドのプロテクションフィルムだけは絶対貼ります、うん、絶対貼ります。絶対あるね。でさ、子供、お子さんが乗ってる車のことに関してなんだけど、チャイルドシートの跡って結構残ってる、多いじゃないですか。わかります。そこはね、うちちゃんとマット引いてますもん。ですよ、はい、でしょ。だからそこはね、できればその車を売買買われたり売ったりするときに、結構あれって直せないこと多いので、はいはいはい、気をつけていただいた方がいいかなっていうのはちょっとね、今ふと思いました。レザーだと特にですよね。そうそうそう、そうなんですよ。うちはそう思ったんで、まあ、大した価格の車じゃないですけど、そういうもん、マット引いて、うん、そうそう、ジュニアシート引いてます、うんうん、はい、そこね、結構ね、重要なんですよ。そうそう、ね、牛のリアシート査定するときにも特にそうなんですけどね、はい、でもね、この車は多分ね、すぐ売れちゃう。動画アップの頃にはもしかしたら、もうお問い合わせも多数いただいてるということで、うん、制約になっちゃってるかもしれないんですけど、でもこれからもっとこの玉数少ない新車も来ないんですけど、はい、主流になっていく感じじゃない？売れていく感じがどんどん。あ、今なんかちょ新車よりね、まあそうですね、高いんだ高くないんだっていうとこだけど、これがでも先代の RS3 も値段下がってないじゃない。あ、そうなんすか。いやいや、500万からしたって結構、あ、まあそうですね、硬いじゃない、はい、そう考えたらさ、結構息の長いモデルになるんじゃないかなと思うよね。勝手にダイナミックしちゃった。いいですよ。ちょっとトルクリア、ちょっと1回だけ入れてみていいですか。いや走行中はやめてください。そう、はい、じゃあトルクリア、これ別に法律で禁止されてるわけじゃないですよね、うん、メーカーがやめてくださいって言ってるわけですよね。一瞬だけ、ちょっとやっぱり改造車ジャーナリストとして、うん、純正改造車というべき。それ最近言ってないね。言ってますよ。あ、言ってんの、はい、ごめん、言ってみてないよ。ちょっとじゃあ禁断のトルクリア、これなんで行動で使用してください。機能改善のために ESC オフにします。だからトラコンが、はい、有効。これ有効だった。来ました、こんな感じで。あ、まあ、そもそもメーターがこうモードによっていろいろ変わるんですよね、うん、はい、あ、ちょっと待ってください、うん、ダイナミックから外したトルクリア取れちゃうんじゃないの。あ、ダメだ、トルクリア、ダイナミックとこの RS トルクリアはもうそもそもアイドリングストップがオフになるんですよね、うん、でこれで完全 FR、うん、でスタビリティコントロールもなし、なし、トラコンなし、うん、はい、じゃあ回りたいと思います。嘘です。大丈夫？ダメです。ダメですよ、本当ダメですよ、はい、いや、ちょっとだけ、はい、車検来るから、でも完全車検来るからダメですよ。本当ですか、うん、完全ファールだから、うん、ケツ出たら止まんないですよね、だから。止まんない、止まんない、はい、うん。少なくとも僕のドライビングスキルでは無理です。いいですか？はい。ですね、わかりません。わかんないよね。わかんないです。多分ハンドル切らないとわかんないです。だからそこまでちょっと、出せないよね。いや、だから本当になんかそのジムカーナーとか、うん、サーキットとかでもない限り、うんうんうん、ここまで僕では使い切れないです。
もうちょっとなんかケツがグフってなるかなと思ったら全然そんなこともなく、うん、やっぱり基本は安全にできてるんですよ。そうですね、うん、だって冷静に考えたらこう400馬力ですからね。そうだよ、なかなか狂ってますよ。狂ってる操れないよ、うん、でこのちっちゃい車だって290キロ出るんですよ、うん、いやーちょっと優秀でしたね。びっくりした。いろんなこう電子制御がついてるけど、うん、全然違和感なく、いやコンフォートしておきましょう。コンフォート、はい、全然違和感なく全部サポートしてくれます、うん、ブレーキもそうだしステアリングもそうだし。乗った総括はいかがですか、はい、点数ですか。いや点数っていうかな、感想としては、感想としては、うん、オールラウンダーです。オールラウンダー、はい、うん、もう何でもできるなみたいな、うん、はい、だから本当にサーキット行きたい人でも旅行行きたい人でも、うん、はい、日常の足にしたい人でも、うん、何でも行けちゃうなっていう、うん、いや、いい車でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ最後にやりますけども、いい走りしてましたね。でしょ、はい、感心しました。そしてこういった貴重なお車は、はい、特に小路散歩で頑張れる可能性が、そうですね、大ですか。大ですね、はい、で一応日本全国ですよね。全国、はい、北北海道、南は九州、沖縄まで買い取らせていただけると思いますので、はい、ぜひぜひご相談ください。というわけで今回はアウディ RS3 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。